学校と称して開放に書き込みました。で、皆さんの一人一人紹介したいという思いがあってのことですけども、この場で紹介することもなかなかできませんし、ただやっぱり僕が突っ走った道を一緒になって走ってくれた仲間がたくさんいたということです。その支えがあって今日があるという、それをこう実感します。一つ立ってくれますか、稲崎フォトクラブ、それから旧フォトクラブに属してた人、それから草内のさこい、海援隊、アジサイ、みんな立ってください。自身は本当に朽ちるっていうことは考えたくないですけども、やっぱりなんか一つの病気をしてしまうと 弱い心が働いたりします。でも気力っていうのはやっぱり自分で、持ち続けるものだと、自分で肥やしていくものだというふうに考えてますので、その気力だけは衰えずにいますので、今日は若い魂を呼び寄せます。僕が大学時代に教え子って言ってますけども、本当に、暗室で汗を流した子どもたちがその2つのテーブルにおります。立ち上がって高知大学、卒業生のみんなです。若い魂です。こういう人をセンターに持ってきました。今日はその人たちに継いでもらいたいという思いがあります。よろしくお願いします。岩崎勇様、カメラの世界に行かなくてすいません。小さい時からカメラを入れさせてくれたり、暗室で現像させてもらったり、撮影に出かけたりと、きっとたくさんの機会を与えてくれたんだと思いますが、その時は気づきませんでした。全然感動させるじゃないで最近は僕はスマホのカメラで写真を Facebook にアップするときに、かっこよく撮る方法をちゃんと教わっておけばよかったなと思うことがありますが、今のところの岩崎さんの領域に行く予定はないですまあでも今度かっこよく教えてください。で、一つだけ思うのは、この40年の区切りを経て、体も心も新たに岩崎さんの人生をおふくろと歩んでほしいと思います。誠はい、次男の佐田氏です。ちょっとなんか予定と違うような感じで兄貴が書いてるから、自分のやつがちょっとひんやりすぎて僕はね、お母さんということで、書かせていただきました。長い間岩崎フォトグラフの中田として支え続けた40年間、本当に、お疲れ様でした。お父さんがこれまで頑張ってこれたのも、お母さんの支えがあったからと思います。これからもお父さんを支えてあげてください。お互いこれ以上体を壊さぬように、サトシ。皆さん、これからも父と母がよろしくお願いします。